チーム侍の保護者で代表を務めさせていただいています山本優子といいます、このチーム結成は7月からなんですけれども、子どもたちは小学校の5年生の時、それから4年生の時にもよさこいの方を踊っていました。で、5年生の時に福島県からの転入生を仲間に迎えたということで、5年生の1年間は地域の方でよさこいの方を踊らさせていただいて、義援金の方を集めて双葉町の方に送らせていただきました。そういった縁がきっかけで10月からこちらの方を訪問するっていうことを計画しまして、練習に励んできたところです。子どもたちには自分たちの踊りで被災者の皆さんを元気にしてほしいっていう気持ちと、それからそういったことへの感謝の気持ちっていうものを大切にして踊りの方を披露するように伝えていくところです。島根県の踊りです。そちらの方も島根県の見どころなんかも入っている音楽の楽曲になっておりますので、楽しみに見ていただきたいということが一つあります。それと一緒に島根県の方から益田市の万竜踊りたいというチームと、こちら加須市の地元の風雲寺というチームも一緒に活動に参加していただくことになりました。その3チームでの一緒に踊るといったところもやっていきたいと思っていますので、そちらの方も楽しみにしてください。こんにちは、ヒューマンソーシャルハーモニー研究所の石井と申します。私たちは福島県の双葉郡の方たちを支援している団体です。そこで双葉郡の方たちは住むところが一定ではなく、全国にいろいろ散らばってしまっています。その散らばってしまった双葉郡の方たちをなんとかつなげたいという思いから、双葉郡の双葉ブランドというのを立ち上げようと企画をしています。そして私たちはその双葉ブランドの双葉というブランドをロゴのイメージとキャラクターのイメージを募集しております。だからそのロゴやキャラクターのイメージを送っていただくことによって、皆さんが作る双葉ブランドになっていっていただけたらなという思いで、私たちは全国から応募しております。詳細はホームページやお電話でお問い合わせを受け付けております。いつでもご相談ください。応募は4月の末までになっています。どうぞどしどしご応募お願いいたします。お待ちしております。